器の中には深い愛情が。動物界の中でも人間の連携能力はとても優れていると言われています。誰かが困っていたり助けを必要としている時に積極的に態度に示します。この行為は高社会的行動と呼ばれています。それでは人間と深い関係にある犬はどうなのでしょうか。犬に近い狼は社会性を備えていて協力的な行動をとることが明らかになっています。さまざまな研究や実験の結果により犬にも高社会的行動を示すことが分かりました。犬は犬同士ではなくても仲間と認識した相手には献身的に援助し自らのものを分けてあげるといった親切行動を起こすのだそうです。こちらの画像をご覧ください。これはある犬が餌を半分だけ残した画像です。実はこの犬はお腹がいっぱいで残したわけではなく意図的に半分だけ食べ残しているのです。この家には2匹のラブラドールレトリバーがいました。とても仲の良かった2匹は食事の時一つのボウルでご飯を分け合って食べていました。年上の犬は年下の犬に半分ずつ食べるんだよと教えてあげたのです。それからは年下の犬が半分食べ終えてから年上の犬が残りの半分を食べるという習慣になっていたのです。そして悲しいことに年上の犬はこの世を去ってしまったのです。飼い主さんは寂しさをこらえながら食事を用意しました。いつものボールを手に取り今日からは一匹になってしまったからと少なめにご飯を入れ床に置きました。ところが一匹分の餌だったにもかかわらず半分の餌が残されていたのです。いつもの習慣で仲間を思いご飯をきっちりと半分残したようです。仲間を失ったことで悲しみに暮れていたようですがそれでもご飯を残すという行動は相手を思いやる感情があるのかなと感じさせられます。周りの人たちの深い愛情でいつも一緒に暮らしてきた仲間がいない生活にも慣れてきているとのことです。少しずつ悲しみを癒しながら幸せに暮らしてほしいです。このように犬には本当に仲間を思う高社会的行動が備わっていて深い愛情を持っているのです。だからこそ私たち人間は犬にお互いに愛情を注ぐことができて犬もまた人間に深い愛情を注いでくれるのでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。